次は医療者とのコミュニケーションについて、京都大学大学院医学研究科、がん看護専門看護師、田村恵子先生にご講演をお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。京都大学の田村です。よろしくお願いします。今まで先生方にいろんな治療法のお話を聞かれたと思うんですけど、今のお話を伺って、なかなか難しいなと思われたり、自分でしっかり考えていかないと、こんなにたくさんの治療法があってもうまく自分がそこにたどり着けるかなというふうに思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃるんではないかなというふうに思います。私はそういった視点から少し、医療者とどんなふうにコミュニケーションを取ったら皆さんが知りたい情報や、それから皆さんがたどり着きたい治療に、行くことができるのかということについて少しお話をしたいなというふうに思っております。これまで先生方のお話を聞かれて、今がん医療はとっても複雑になっています。というのは、治療法がどんどん開発されて、それはとっても素晴らしいことですし、それからそれに伴っていわゆる生命予後といったものが、長くなってきています。ただ同時にそれは治療の選択肢がたくさんあって、その中から選ばないといけないということ、それから場面もどんどん、一番初めの治療だけではなくて、再発したり再発したりとか、そういった場面の中で繰り返し治療を選択していかないといけないということ、それからがんと共に生きる時間がとっても長くなってきていますから、いわゆるがんサバイバーと呼ばれる人たちが今後どんなふうに暮らしたいのかっていうのも誰も決めてくれないんですね。ご自分たちが考えて決めていくっていうことが必要になってきます。そういった意味からとってもコミュニケーションといったことが大事になってきています。で、医療者である我々はじゃあどんなことを大事にしているかと言いますと、できるだけ患者さん、それからそれを支えるご家族の方の意向に沿ったがん医療、肺がんであれば肺がんの治療をしたいな、どうすればそれが実現できるんだろうかっていうことが本当に大きな課題だなというふうに思っています。そしてそういったことをしていくためには、一つは、患者さんご自身がですね、これからの、治療やそれから生活に対してどういったご希望を持ってらっしゃるのかといったことを確認することがとても大事だなというふうに思います。そして同時に、たくさんある選択肢の中からどれかを選んでいただく、いくつものことを同時に選んでできていければいいんですけど、残念ながら体は一つですので、やっぱり何かを選ぶということがそこには必要になってくるんですね。そうすると、先ほどのお話にあったみたいに、皆さんちょっと冷静になってくださいね、この治療は決していいことばかりではないんですよっていう、いわゆるリスクといったことも、私たちがきちっと示していくことが大事だなというふうに思っていますし、それから体だけの問題ではなくて、治療を続けるとなるとやっぱりお金もかかります。それが現実だと思うんですね。それからご家族の方もそこに一緒に頑張るという姿勢が必要です。そうなった時にそれぞれに影響があるわけですけれども、お一人お一人その受ける影響が異なるといった、そういったこともお伝えしていくことが大事だなというふうに思っております。そういった中で、意思決定という、患者さんお一人お一人に自分はこんなことをしたいんだということを決めていただくことが必要になってくるんですが、以前はこのパターナリズムが良くないという、お医者さんが勝手にこれをしようというのは良くないと言って、それからインフォームドコンセントという言葉がすごく増え、そしてインフォームドコンセントの中で決めていくということが言われてきましたが、今少し進んでシェアードディシジョンモデルといったものが出てきております。こういったものですね。このことについて少しご説明していきたいと思います。簡単に言うとですね、情報を共に、やり取りしながら一緒に決めていきましょうという、そういった医療のあり方です。患者さんの病気の状態、それから治療の選択肢ですね。これが効くよっていうこと、でも同時にこれはこういった危険性もありますよって言ったこと、それから生活にどういう影響が出るのか、抗がん剤治療や、それから、外科治療や放射線治療をして、やっぱりその後どんなことが、生活として影響を受けるのかっていうこと、それから、やっぱりそれぞれの方の価値観っていうのがありますよね。そういったものを理解した上で治療を選択していくっていう、
そのためにはお互いにしっかり話し合うことが必要になります。そしてイーホームドコンセントの時にはあまりこう重要視されてこなかったんですけれども、この一緒に考えていきましょうということの中には、医療者としてあなたにはこういうことがいいんじゃないかしらといった、医療者はそれぞれ経験に基づいていろんな方を見せていただいているので、少なくとも患者さんご自身よりはいろんな体験を持っています。なのでもしよければこれが一番いいんじゃないですかねといった、いわゆる推奨というふうに言われていますが、いわゆるおすすめですね、私のおすすめはこれですよといったことも、一緒に含みながらお話をしていくという、そういった医療のありようや、それから、それぞれの方が決めていくための決め方っていうことが注目されてきていますし、私たちもそのようにありたいなというふうに思っております。でこれはちょっと具体的な内容なんですが、ちょっと細かく書いていて申し訳ないんですけど、まず患者さんが今日たくさんいらしていると思うんですけども、何をしていただきたいかというと、決定にあたってご自分が何を大事にしたいのかって言ったことをしっかりと考えていただきたい。それがまず大きなことです。そうすることによって医療者がさまざまなことをご説明していきます。今日の先生方だったらきっと皆さん、ああなるほど、あこんなことかあんなことかっていうふうに納得できることを聞かれたと思うんですね。そういうふうなこう説明の中で、じゃあでも私の今の生活には、私の年齢では、それからこの後治療をサポートしてくれる人は誰なのかっていうふうに考えた時には、最初はこれがいいな、パッと聞いて、あこれなら 100% 治りそうだ、これがいいなと思ったけど、よくよく聞くと、いやいやそうでもなくって、こういったリスクも自分の中には背負わないといけないんだといった、そういったことが分かってきます。そしてそういったことをやり取りしながら、じゃあ最終的に私はこんなふうな治療をしていきたい、こういうふうに生活していきたいんだっていうことを決めていただく。そのために私たちはこの、決定、特にですね、看護やそれから、カウンセラーの方とか心理の方とかは、こういった決定をサポートするという役割を担っています。で今も言いましたが、私はぜひ皆さんお一人お一人にご自分の気持ちや考え、そしてご希望を積極的に医療者に伝えていただきたいなというふうに思っています。これは昨日私はこの準備をしていて、夫に言ったら、そうは言ってもな、診察室に行ったらそんななかなか言われへんのやと言われました。それも十分によくわかりますが、そのためにいくつかのことをこの後ご説明していきたいなというふうに思います。でまずコミュニケーション、よく聞かれますが、少しだけ基本的なことですけども、知っておいて損はないかなと思いますので、簡単にご説明したいと思います。コミュニケーションするっていうのは、もともと大きな意味は共有することです。なので、診察室に入って、医師から一方的に話を聞くことは、決してコミュニケーションされていることではない。情報を言語や非言語的なことを通して、お互いに、共有していくっていうことがとても大切なことです。そしてもう一つ大事なことですね。これは普段の生活でもよくあることですが、どんなコミュニケーションが多く使われているでしょうか。言葉で言ったら全てが伝わりますか。そんなことはないですよね。顔の目は口ほどに物を言いという言葉がありますが、目で訴えて、あ、もうこれはダメだなって思う時や、それから、治療の始めであれば、入った瞬間の先生の厳しい表情を見て、ああこうは思ってきたけどなかなか厳しそうだなというふうに感じたり、というふうにして表情や声の調子といったものが、実は言葉よりたくさんいろんなことを伝えているというふうに言われています。なので皆さんも、ああこれはちゃんと言えなかったなと思うことがあるかもしれませんが、でも自分の中できちっとこういうふうにしたいなということが決まっていれば、十分な言葉では伝えることができなかったとしても、その他のものから皆さんお一人お一人のお気持ちやご希望といったものが少しは伝わっていくというふうに考えられるかなというふうに思います。なのでコミュニケーションは決して意識的なものではありません。
そして言語的なものが中心ではありません。言語以外のものがたくさん伝わっているということです。そして言葉の意味ですね。この治療に対してはこれぐらい効きますよって言った時に、患者さん側は、あ、そうなんだと思い、医師の方は、いやいや、これだけなんだけどな、というふうにして、それぞれの方が持っている知識量によって、それからそのことにどれぐらい今決めたいかと思うという、まあ、そこにどれぐらい参加できるか、っていうふうなことによって言葉の意味は発信する人とそれから聞く人では決して同じではありません。そしてもちろんですが一方向のものではないのでやはりその時々で聞き返すもしくはご質問するといったことが必要になります。それから情報は今どうですか皆さん、すごくぎっちり来ているのでちょっと頭が混乱しているかもしれません、短時間で今日はとても質の高い情報がたくさんいっていると思いますけれどもなかなかそれを一度に消化していくことは難しいかもしれません。なので、一回で何かを解決しようということはちょっと残念ながら頭の隅に置いて一回ではなくて何回か繰り返して聞いてみようというふうに思われることが現実的だかなというふうに思っております。そしてこれはじゃあどんなふうにしたら対話することができるのか、三富先生が最後に患者さんにぜひこんなことをというふうにお願いされていたんですがそこの部分といくつか重なっていることがあります。困ったこと、わからないことは素直に伝えてください。医療者はまあそのことに答えるのが仕事です。なので、とっても聞きにくいな、診察室のあの緊張した雰囲気は、私もずっと、癌の告知であるとか、それから再発の時とか、様々な時に一緒に聞かせていただいていますが、まあ、なかなかピンと張った空気の中で、いや、実はこれがよくわからないんです。とっても聞きづらいと思うんですけど、でもやっぱりご自分のことです。勇気を持って素直に言っていただいたらいいかなというふうに思います。それから、1回では先ほど言ったように1回ではなかなか分かりません。そして医療はやはり信頼関係が基盤になります。信頼関係を築いていくには何度か対話を重ねるということがとっても大切です。なのでこれ今回きりだと思わず焦らずにじっくりとお互いに先生にも患者さんお一人お一人の、大切にしていることを分かってもらう。それから医師の側も自分がこのことを本当に、患者さんにお伝えしたいっていうことをぜひ対話の中ではやり取りしてるはずなんですね。なので焦らずにしっかりと対話を続けていただきたいなと思います。そしてできれば一人はやっぱり厳しいですので、誰かに付き添っていただければなというふうに思います。自分のことを分かってほしい方がいいですね。そして面談の時には聞きたいことを箇条書きにしてメモにしていただけるととってもありがたいですし、それから聞き漏らしたりすることがとても防げるかなというふうに考えています。そしてもう一つですね、ぜひ私たちのような看護師、それから今、がんの、拠点病院等には、がんの総合支援センターとかがありますので、そういったところの協力を得るということも頭の中に置いていただければというふうに思います。そしてこれが最後のスライドですが、いろいろお伝えしましたが、私はこの Ask Me 3というのがとっても大事かなと思っています。いろんなことはおいおい聞いていけばいいですけれども、まず何を聞こうかなと思った時に、私の一番の問題は何でしょうかっていうことを明確にされたらいいと思いますし、じゃあ私は今何をする必要がありますかっていうことをぜひ尋ねてください。では、どうしてそれをすることが今の私にとって重要なんですか？この3つが分かれば、とりあえず次の一歩に歩んでいけることができるかなというふうに思いますので、皆さんぜひ怖がらずに、それから医療者はとっても何かをしたいと思っていますから、そのことをまあちょっと信じていただいてですね、一歩を踏み出していただければと思います。こういったことを実際に、きっと重ねてこられた久光さんのお話がこの後ありますのでぜひお聞きいただければなというふうに思います。どうもご清聴ありがとうございました。